はい、皆さんこんにちは、シュナタンです。はい、今回はですね、私の激推し美容アイテムたちをドドンと紹介していこうと思います。日頃から皆さんにもなんかこういうおすすめアイテムあったら教えてくださいとか常にこういただいているんですけど、今日はその私のおすすめのアイテムたちをバンと大量に一斉に紹介していこうと思います。ではなんか季節的にもやっぱりこうギフトとかね渡す機会も増えてくる季節かなっていうふうにも思うので、ギフトとかの参考にもなったら嬉しいなと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していきます。でまずはどうしようかな、ヘアケアとかスキンケアとかいろいろあるんですけど、スキンケアからいきますか。はい、ではまずスキンケアおすすめ一つ目がじゃーん、こちらでございます。ボディショップのヒマラヤンクリアナイトピールっていうやつでございます。これは夜用集中美容液っていう風に書いてあるんですけど、就寝前に週に2、3回ぐらい使うやつです。スポイト式になってて黒っぽい感じの美容液になっていて、でこれが何かっていうと毛穴ケアに特化した美容液っていう風に歌っているものになっていて、黒っぽいのでなんか想像つく方もいるかもしれないんですけど、これ炭が入っているのでこう吸着成分があって、それでこう毛穴とかをケアしてくれるっていうものなんですけど、これの使い方としては本当にもうスキンケアの一番最初、洗顔後肌何も塗ってない状態でこれを使ってその上から保湿をしていくっていう感じなんですけど、私が気に入ってるポイントが、昔からなんかここの T ゾーンのちょうどここのところ、眉間っていうのかな、ここになんていうのがある、ちょっとなんかちっちゃいポツポツがよくできるというか結構昔からあって、それがすごい気になってたんですよ。なんかどうやってケアしたらいいかも分かんなくて、普段日頃からケアできていなかったんですが、これをね使った時に結構そのポツポツが減ってきたなっていう風に感じたんですよ。で今も結構定期的に使ってはいるんですけど、ここがね本当に目立ちにくくなって、このちっちゃいポツポツがだいぶ軽減されたので、私はこのポツポツにすごく効いたなっていう風に思います。テクスチャーは結構とろみがあるんですけど、伸びがすごくいいのと浸透力もとても良くて、ずっと肌に伸ばしていくとどんどんとぐんぐん浸透していってくれて、塗り終わった後結構ね肌がもちもちしてるなっていう風に感じてます。数量限定のアイテムだったので今もゲットできるところがもしかしたら少ないかもしれないんですけど、ぜひチェックしてみてください。はい、では続きましてじゃじゃん、こちらでございます。これがですいっぱいあるんですけど、エカトっていうブランドのスキンケアシリーズになります。でまず1個ずつ説明していくと、これがですね炭酸パックになっております。で本当にこのエカトは結構スペシャルな感じのスキンケアアイテムなんですが、やっぱりすごく良くて、この炭酸パックはね本当に贅沢なんですけど、1剤2剤っていうのがあって、これをね専用の容器がついてくるので、それにバーって入れて混ぜて顔に塗布していって、でこの塗布したパックは固まってくれるので、そのまま1時間放置します。あんまり自宅とかで、ね、こういう本格的なっていうか、こんだけ時間かけてやるスキンケアってなかなかないと思うんですけど、本当にこれが肌が生まれ変わるというか、肌質が変わるんじゃないかレベルで1回でもとても効果を実感できます。エカトさんの推奨としては、最初は1週間続けて使っていただくとより効果を実感しやすいっていう風におすすめはねされてるんですけど、私は1回でもねすごく十分効果を感じたので、これ1週間続けてやったらやばいだろうなっていう気がしてます。1時間も放置してると逆に乾燥しそうじゃないですか。炭酸をねこう閉じ込めてくれるんですよ、パックをすることで。使った後ねすごい保湿されてる感じがあって、肌がもう本当に柔らかくもちもちになるので、これもめちゃくちゃおすすめです。まあ、ただお値段も張ったりするのでスペシャルなケアなんですけれども、ちょっと1回ぜひ使ってみてほしいなって思います。であとこのね2つ、こっちがローションでこっちがセラムなんですけど、これもまたとても良くて、こっちのローションは結構テクスチャー的にはみずみずしい感じ、これもまたね本当に浸透力がすごくて、私的には顔のスキンケアはみずみずしいものってちょっと乾燥しやすい印象があったので、どっちかっていうととろみがある化粧水の方が好きだったんですけど、これは結構みずみずしいタイプではあるんですけど、だからこそすごい浸透力が良くて、だけど塗った後乾燥するって感じもなく潤ってる感がすごくしっかりとあるので、なんて言うんだろうな、オイルっぽい感じで保湿してくれるわけではなくて、本当にこう潤う感じっていうんですかね、無理に保湿しようとしてる感じはないんだけど、でもしっかりと保湿してくれてっていう感じの仕上がりなので、これもめちゃくちゃおすすめで、最後こちらの美容液なんですけど、美容液って私のイメージ的には化粧水塗ってから美容液塗ってより浸透させるってイメージがあったんですが、この美容液はもう洗顔後すぐに一発目に使う美容液になってます。でこのパックを使う時もこのパックの前にやるといいっていう風に言われてる美容液で、美容液っていうととろみのある美容液とかも多いと思うんですけど、これも化粧水ぐらいサラサラとした感じの美容液になってて、本当に肌なじみがいいサラッと使える美容液になってます。
ビタミン C が入ってるんですけど、敏感肌の方とかって結構美容液によっては強すぎるものとかだと逆に肌がヒリヒリしちゃったりとかっていう方もいるかなと思うんですけど、これは敏感肌の方でも使えるぐらいの美容液になっているので、そういった方にもおすすめです。こちらは結構毛穴に効くものなので、鼻周りだったりとかね、緩んだ毛穴とかしっかりと引き締めてくれるものになってます。まあ私もね、学生時代とやっぱり肌質変わってきまして、最近結構肌悩みも増えてきたりとかしてて、しっかりとねスキンケアも考えていかないとなと思って、最近は結構こちらを使ったりしてまして、はい、では続きましてが、じゃん、こちらのヌメロ&シャネルのクリームでございます。オーシャネルさんなんですけれども、このクリームが本当に私大好きです。特に今のこの季節、乾燥がどんどん気になり始めて、さらに重宝してるアイテムなんですけど、私昔ねクリームとか全く使わなかったんですよ。本当にもう化粧水1本で終わらせるみたいな、なんならいうタイプだったんですけど、今の肌でそれをやると乾燥がもうひどいことになっちゃうので、基本的に夜に結構使ってるんですけど、このクリームがね本当にテンションももちろん上がりますし、翌朝の肌がふわふわなんですよ。びっくりするぐらいふわふわで、私その翌朝のふわふわさに虜になってしまって、これはもう贅沢に毎日使ってるクリームです。でこのヌメロ&シャネルのラインなんですけど、ヌメロ1、N1 って書いてあるんですけど、このシリーズがカメリアっていうお花を使ってるらしくて、シャネルが一番注目しているというか、お花がそのカメリアらしくて、香りもめちゃくちゃいい香りがするんですよ。本当にすごい癒される上品な香りで、使ってるたびにちょっとうっとりしちゃうようなクリームなんですけど、さっきも言いましたけど、本当にこう肌がふっくらとするっていうのが私の中では一番魅力的なポイントです。しかもこのパッケージリフィルタイプになっているので、使い終わったらこの中の赤い容器だけ変えればいいっていうサスティナブルな容器になっているので、環境にも配慮されていたりとかして、これもね本当一回使ってみてほしいなって思います。なかなかやっぱりこういったアイテムって自分で買うにはちょっとハードル高いなとか、渋っちゃうねアイテムだと思うので、ギフトとかでもらえたらすごく嬉しいなって思うから、そういった時にもおすすめなアイテムでございます。はい、では続きまして、じゃん、こちらのラゴムのイルミネイティングホットクレンジングジェルでございます。ラゴム結構私好きで、韓国のねスキンケアブランドなんですけど、その中でも結構気に入って使ってるのが朝用のジェル洗顔なんですけど、そちらもねすごくおすすめなんですけど、それが透明のやつで本当に朝にぴったりで、何がいいかっていうと、朝って好き嫌いあると思うんですけど、私は朝しっかり洗顔してさっぱりしたものを使うと日中の乾燥が結構気になってしまうので、すごいさっぱりする洗顔っていうよりは、なんかこう柔らかい軽めなやつで、まあでもスッキリはするんだけどっていうようなやつが好きで、それに結構ぴったりなのがそのラゴムのねジェル洗顔なんですけど、このクレンジングジェルも最近新しく出たやつで、名前にもあったと思うんですけど、ホットクレンジングジェルって言って、肌にのせるとほんのりと温かいんですよね。なので今の時期にマジでぴったり。まあこれ朝用ってわけではないんですけど、私は朝に使うことが多くて、冬の朝の洗顔ってもう冷たいとってなるじゃないですか洗顔が苦になってしまうと思うんですけど、これはじんわりとあったかい感じなので全然苦じゃなくて、洗顔がそのジェル洗顔の方もこの洗顔も朝水を濡らしてない状態で使っていくやつなので、余計にこのあったかさがねもうめちゃくちゃありがたく感じます。テクスチャー的には結構とろみが強くて、しっかりとした感じのテクスチャーで、なんだろうな、ちょっとこう粘度も割とあるような感じ、ペタってする感じではあるんですけど、それをね洗い流すとなんかすっきりはするなって感じるけど、肌が突っ張ってる感じはないみたいな、本当に絶妙な洗顔になってるので、これもすごい好きでした。なのでめちゃくちゃおすすめです。で香りも結構柑橘系のさっぱりとした香りなのですっきりすると思います。はい、では続きましてが、じゃじゃん、こちらのイプサのザタイム R デイエッセンススティックでございます。一見何のアイテムみたいな、リップかなみたいな感じのアイテムになってるんですけど、このコンパクトさがすごくキーポイントになってまして、こちらですね、実は開けるとリップクリームみたいなやつが出てくるんですけど、これがねスティック状美容液になっております。すごくないですか、美容液のスティックってなかなか見ない気がするんですけど、これがね本当に助かるんです。やっぱりこの季節私乾燥がすごい気になっちゃって、マスクもしてるし、余計にこうなんか日中とかは乾燥してるなみたいな感じることが多いんですけど、そんな時にこちらをね使うんですよなんかテレビショッピングみたいになってきたけど、そんな時にこちら、じゃじゃん、これをバッグから取り出しまして、メイクの上が大丈夫です。メイクの上からこう使えるっていう、こう肌にね直接塗っていくんですけど、そうするとね本当にもう一瞬でこう肌がスッと潤うので、
最近マジでマストアイテムかも。フラって出かけるときは別にそんなに使ったりはしないんですけど、こう一日中外に出てたりとかするときは本当にこれにめちゃめちゃ助けられてますね。やっぱりこのスティック状なのでどこでも濡れちゃうっていうのと、コンパクトさがバッグにもうスポッと入ってくれるので、パッて取り出してパッて塗ったら肌潤うみたいな、すごい私は感動しましたこのアイテムなんか塗った後もそんなにこうベタつくってわけでもないし、ちょうどよく潤ってくれるので、これも結構おすすめアイテムですね。これとかもめっちゃギフトに良さそう。パッケージも本当にスタイリッシュな感じでシンプルだから使う人選ばなさそうだし、本当乾燥肌の方とかにはねめちゃくちゃおすすめしたいアイテムです。では続いてちょっとボディの方のスキンケアに移っていこうかなというふうに思います。まずがじゃじゃじゃん、こちらハトムギ化粧水でございます。このハトムギ化粧水は私は結構ボディに使ってます。もう何度も何度も言いますけど、年々保湿って本当に大事だなって感じるので、今学生の方とかもぜひ今からね保湿してほしいなって思うんですけど、このハトムギ化粧水私はもうお風呂上がってあと、すっぱらかのまんま、これはもうとりあえず全身に塗りたくります。顔はね他のスキンケアやるので、顔とまあ首以外かな、腕からお腹、背中、足みたいな、もう本当に全部に塗りたくってます。で化粧水なのでボディクリームもね使ったりはするんですけど、ボディクリームの前にとりあえずこの化粧水で一回保湿をしていった方がちゃんと浸透してくれる感じがやっぱりあるので、とりあえずこれをね塗りたくりますね。めちゃくちゃ大容量なんですよ、なんと言っても。しかもこのポンプ式っていうがありがたい、超使いやすくて、割とこうお手軽なコスパのいいアイテムだと思うので、もうじゃんじゃん使えるっていうのもすごく良くて、この化粧水って本当にもう音で分かると思うんですけど、結構みずみずしい感じの化粧水なので、その分すごく肌なじみがいいから、その後のボディクリームとも喧嘩しないというかっていうのもすごく私は気に入ってます。夏ぐらいからかな、全身にこう使い始めたんですけど、とりあえず1本こう使い終わって、で2本目なんですけど、毎日使ってもねその大容量なので全然減らないし、これは多分ね今後も切り替えしていくんだろうなって思ってます。日頃の全身のねスキンケアにおすすめなアイテムです。では続きまして、じゃん、こちらの白のハンド美容液でございます。めちゃくちゃいい香りです。とりあえずこれは本当に万人受けする香りだと思います。なのでこれもね結構ギフトとかで私もいただいたりすることもあるんですけど、ハンドクリームじゃなくてハンド美容液なので、ハンドクリームよりもすごい浸透を感じます。なんかこうハンドクリームとかって物によってはねこうサラサラとした仕上がりになるのもあると思うんですけど、なんかやっぱりベタつきがどうしても気になっちゃったりとか、上側は保湿されてる感じあるけど、中まで浸透してる感じがあんまりないなっていうハンドクリームが多いと思うんですが、ハンドクリームよりも浸透性をすごく私は感じてて、で仕上がりも本当にベタつかないので、でも手はちゃんと潤ってる感じがとてもあるので、これも結構重宝してます。どうだろう、持ち運びにはちょっと大きいのかな、バッグ大きめのものだったら全然入るんですけど、ちっちゃめのバッグとかだと結構幅を取ってしまうかもしれないんですが、まあでも全然お出かけ先でも使えるし、私は家でもね結構使ったりしてます。やっぱり一人暮らしとかだと洗い物とかね水場を触る機会が増えると思うので、すごい手が乾燥しちゃうんですよね。気づいたらハンドクリームとかこういったハンド美容液とかはね結構使うことが多くて、で中でも私はこのハンドハンドセラムすごくお気に入りなのでこちらを紹介してみました。ハンドクリームとかって結構定番なギフトアイテムだと思うんですけど、ハンド美容液っていうのはなかなかあんまり自分で買うこともないかなっていう気もするので、そういったプレゼントとかにもめちゃくちゃおすすめアイテムです。はい、ということでスキンケアアイテムは一旦これで終わりです。では続きまして、ちょっと1個ねリップケアアイテムでおすすめがあるんですけど、じゃじゃん、こちらでございます。レブロンのキスシュガースクラブでございます。前に私なんかの動画で多分紹介したかなと思うんですけど、私が大好きな資生堂から出てたモアリップっていうリップクリームが廃盤になりまして、それをねみんなにストーリーで、これ廃盤になっちゃったんだけどどうしようっていう風にみんなに問いかけた時に、おすすめしてくれた方が結構いたアイテムで、そうで、これを使い始めたんですけど、これもう2本目です。スクラブとは言ってるんですけど、全然毎日どんなタイミングでも使えるものです。スクラブって唇に塗布して洗い流すタイプのやつとかっていうのもあると思うんですけど、これは本当に手軽に使えるぐらいのスクラブ加減になっているので、私はもう常に乾燥気になったなと思ったらこれを使ってますかね。で結構これ使い始めてから唇荒れることも本当に少なくなったなって感じるし、潤い感も私的にはすごくちょうどよくて、モアリップってどっちかっていうと本当に夜寝る前に塗るみたいな感じのリップマスク的な
感じの使い方を私はしてたんですよ。っていうのも結構グロスっぽいというかベタっとしやすい感じのアイテムだったので、日中使うにはちょっと重たいというか、重たくはないけどもうちょっと手軽に使えるといいなっていう風に思ってたんですけど、このスクラブはまあそんな感じ、夜寝る前にも使ったりするんですけど、本当に気軽に使えてちょうどいい潤い感なので、私の中では結構手放せないアイテムになってきましたね。私はこの緑のタイプを使ってるんですけど、薄みが軽減されたりとかするので、変に色がついくってわけでもないから、メイク前に塗ったりとかもできますし、とにかく使い勝手がいいし、唇も荒れにくくなったなって感じるので、こちらを最近はマストで使用しております。はい、ということで、もう今でもねすごいたくさん紹介していて、どれも本当好きなアイテムだからめちゃくちゃ喋っちゃってると思うんですけど、次がですねヘアケアアイテムを紹介していこうと思います。まずはじゃじゃん、こちらでございます。タートフルっていうブランドのCC シャンプーと CC トリートメントでございます。私はこちらのピンク色のマイストっていうタイプを使ってるんですけど、このシャンプートリートメントね、結構私の中でびっくりしたシャンプートリートメントで、私まあ髪質がそんなに悪いわけではなくて、昔からも割と柔らかめで猫っ毛で、美容院とかでブリーチとかから繰り返しててもそんなに傷まない髪質ではあるんですけど、そんな髪質でもすごい効果を実感したシャンプートリートメントで、ドライヤーしてる時から全然違うんですよね、今まで使ってたシャンプートリートメントと。本当にトゥルトゥルサラサラって感じで、ドライヤーした後もすごい潤ってる感じもしっかりとあるし、サラサラで、これはちょっと1回使ってみてほしいなって思います。騙されたと思って使ってみてほしい。実は私この出会いはご提供ねしていただいて使ったのがきっかけなんですけど、この YouTube 全く案件とか関係なく、私がただ単にガチ推しということで紹介しているんですけど、もう本当にびっくりしたアイテム。まあそれぞれもちろん人間スキンケアでもこういったシャンプートリートメントとかでも合う合わないがあるので、全人類に必ず合うっていう風におすすめはもちろんできないんですけど、私はすごく良かった。あれがまずこのシャンプーの方なんですけど、重めのシャンプーになってて、わかるかな、すっごい粘度が高くて、このポンプも本当にもうグググググっていう感じで結構力いるんですけど、そのぐらい粘度の高いシャンプーになってて、でもねこれが不思議なことに髪の毛に塗布してこうやって泡立てていくと泡立ちがいいんですよ。中にキャビア状のカプセルがあって、それがこう使っていってこう弾けて、こう美容成分がね髪に浸透していくっていう感じなんですけど、ぶっちゃけこのシャンプーだけ使い終わった後は、えちょっと髪の毛きしんじゃないっていう感じになるんですよ。なんか結構私的に洗浄効果、頭皮の皮脂とかも結構スッキリとガッて取れるぐらい、クレンジング能力っていうんですかね、なんて言うんだろう、に長けてるなって私は思うんですね。まあ、なのでこのシャンプーを使い終わった後はぶっちゃけ髪の毛あれ大丈夫かなみたいな感じになるんですけど、その後にこのトリートメントを使うともびっくりするぐらいトゥルトゥルなんですよ、仕上がりが。このトリートメントは本当に軽めで、普通のトリートメントに比べると割とみずみずしい感じのテクスチャーになってて、だからなのか結構本当髪の毛に浸透しやすくて、シャンプー終わった後の髪の毛のちょっと引っかかりがトリートメントつけた瞬間えっていうぐらいスルって通るんですよね。これが本当に感動するんですけど、なので私的にはこれ一緒に使うのがおすすめかな。私が一番効果を実感するときはやっぱそのドライヤー後なんですけど、洗い流した後トゥルトゥルしててもドライヤーした後にちょっとパサつき気になっちゃうなとかっていうトリートメントシャンプーとかもあると思うんですけど、これはもうそのドライヤー終わった後までしっかりと潤ってる感じがあって、サラサラな美通りになるので、これは本当にガチ推しアイテム、最近の中でも大ヒットアイテムですね。私もリピ買いしていきたいなって思ってます。お値段もねやっぱり普通の市販で売ってるシャンプーとは2倍ぐらいになっちゃうのかな。洗い流さないトリートメントとかもあると思うんですけど、そういうのでしっかりとケアしていくのも大事だけど、やっぱこの根本のシャンプートリートメントでまず髪の毛をしっかりとケアできるものが結構美髪に近づけると思うので、これもぜひ使ってみてほしいなって思います。ちょっと1回でもいいから使ってみてほしい。はい、では続きましてじゃじゃん、こちらモロッカンオイルでございます。これは洗い流さないトリートメントになってます。見たことある方も多分いると思うんですけど、私もまあ見たことはあったんですが実際に使ったことはなくて、このモロッカンオイルって本当に昔からあるものなんですって。私もこの前このモロッカンオイルのイベントみたいなのにお邪魔して初めて使わせていただいたんですけど、なんで今まで使わなかったんだろうなって思うぐらいすごい良かったアイテムです。まず私はこの香りが本当に好きで、モロッカンのこの香り
香りが、なんかなんて言うんでしょうか、割と甘めではあるんですけど、でも甘すぎなくてくどすぎなくて、ちょっとフローラルなフレッシュな感じもあってみたいな、本当に他にはない感じの香りなんですよね。でも使っていくたんびに本当にこう、あ、いい香りだなって癒されるし、もちろん仕上がりもとても良くて、で私はこのねライトっていう方を使ってるんですけど、もう一個普通にモロッカンオイルトリートメントって言って、もう少しこのライトよりも重めではないですけど、しっかりとした感じのものがあるんですが、私は髪の毛どっちかっていうと細めなタイプだったりするので、こっちのライトを使ってます。このトリートメントオイルなんですけど、変なベタつきとかもなくって、すごくこう髪の毛に浸透してくれる感じがあって、スタイリングオイルとかっていうわけではないので、タオルドライした後にこれを塗布して、そのままドライで乾かすんですけど、乾かした後もベタつきとかはなく、すごいサラッとした仕上がりだけど、でもちゃんとしっかり潤ってるっていう感じがあって、とても気に入ってて、最近こればっかり使用してます。このオイルはね、全米ナンバーワン獲得したらしくて、アメリカでも一番人気っていう、ね、トリートメントになってて、私ももうちょっと早く使っておけばよかったなって思いました、自分に。ということで、続いててラストになります。ラストがじゃん、こちらでございます。デミールフランのミルティーバターバームでございます。これはですね、私いつも通っているログ、美容室ログってとこがあるんですけど、担当してくれてる美里さんがいつもこう最後の仕上げにつけてくれるバームトリートメントなんですけど、これがねすごい良くて、で私ずっと気になったんですよ。ずっと気になってて、何使ってんだろうなっていう、本当に仕上がりがすごい好きな感じだったから、この間ついに聞いちゃいまして、何使ってるんですかって言って聞いちゃいまして、そしたらこれだよって教えてくれて、割と有名なんですかね、私まだ見たことあるなぐらいだったかな、あんまり詳しくは知らなかったんですけど、多分割と有名なヘアケアブランドなのかな。これが本当に私好きで、まず香りがねすごくいいんですよ。美容室の帰りって格段とウキウキしないですか。髪の毛からいい香りがするっていうので、気分も上がるし、なんかこう自信も湧いてくるしみたいな。いつも私の美容院帰りはルンルンなんですけど、香りってすごいこうその時の思い出だったりとか、記憶気持ちとか思い出させてくれるものだと私は思ってるので、なんかそういう面でもすごくテンション上がるんですよね。すごいいい香りなんですよ、これが。何の香りなんだろう、私嗅いだことない。でしかも結構長続きします、この香り自体も。なんか香水とかそんなに好きじゃないよっていう方とかは、これつけるだけでも結構ふわっと香っていいんじゃないかなと思うんですけど、私結構髪の毛の仕上がり的に前髪とか特にちょっとこうウェットな感じの仕上がりが好きで、今まで結構オイルのスタイリング台とかを使ったりしてたんですけど、オイルもねオイルですごい雰囲気出て、私もたまに使ったりとかはするんですが、なんかオイルって時間が経つとだんだんとこうベタッついてくる感じないですか。なんかつけたてはいい感じだなって思っても、一日中過ごしていったりとかすると結構こう固まってきたりとかべったりしてくるなっていうオイルもあると思うんですが、このヘアトリートメントはバーム状になってて、手で取ってこうなじませていくっていう感じなんですけど、オイルほどベタつき感がなく、でもしっかりとこうウェット感とか束感は作ってくれてみたいな、本当にちょうどいい感じで使えるので、で結構一日中ちゃんとキープしてくれたりもするので、スタイリングっていう面で私結構使ってます。でこれのまたさらにいいところが、たまにオイルのスタイリング剤とかでもあると思うんですけど、手に残ったものをそのままハンドクリームみたいな感じで使えるんですよ。それがすごい良くないですか。そのままこうハンドのケアも一緒にできちゃうよっていう嬉しさ、無駄にしないよっていう感じの、この感じが私はすごい好きです。出先とかでも使えると思います。手をこうすぐ洗えないっていう状況でもパッとつけてシャシャってやってなじませていけるので、そこもねとても気に入ってるアイテムでございます。はい、ということでこんな感じで私の最近のガチ推し美容アイテムたちでございました。これ以外にも私が普段使っているものとかはあったりするんですけど、まあ、中でも最近のお気に入り、特にお気に入りのものたちをドドドンと紹介していったので、ぜひぜひ参考にしていただけると嬉しいです。まあ、これからねそういったクリスマスの時期とかもありますし、バースデープレゼントとか何気ない日のプレゼントとかいうのにもいいかなと思うので、そこもね参考にしていただけたら嬉しいです。またもしね好評だったら定期的に最近のお気に入りみたいな感じで紹介していくのもいいかなっていうふうに思うので、また何か見つけたらその都度紹介していこうかなとも思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。
with a string for you and me. So grab your stocking above the fire.